レーザーで QR コードを作ります。ここに点々のマークをつけました。開始ボタンを押しました。レーザーを点々に向きます。点々に合わせます。点々を作ります。エリアを確認します。はい、開始しました。1% を押しました。
Thank you.